はい、今回入荷したエイプ100デラックスの、フルカスタム車両紹介していきます。まず外装の状態から見ていきます。エンジン、フェンダー類のアルミパーツは、腐食もなく綺麗な状態です。この車両カスタムポイントなんですけど、ビームスのフレーキマフラーと吉村のビッグキャブ、それからロングスイムアームついてます。ロングスイムアームは、ノーマルパーツついてるので、ノーマルに戻したい方は無料で、変更させていただきます。走行距離が、これ走行距離ギリシャとなっております。メーターが交換されてるんですけど、今ついてるので1033キロ、状態からしてそんな悪くないので、まだまだ走れる車両だと思います。もうエイプも絶版車両になって数も少なくなってきているので、気になる方は福岡店まで見に来てください。お待ちしております。